三河物語若き日の家康その4大鷹城の兵糧入れ永禄元年西暦1558年御年17歳で大鷹への兵糧入れを命じられてお入れになる敵の姿が見えたので物見を出された鳥居四郎左衛門の城忠宏杉浦東次郎時勝内藤神吾左衛門の城忠悟道四郎左衛門の城正重 石川十郎、左衛門の城などが見てきて、今日の兵糧入れはいかがなものでしょうか、敵はなかなか優勢ですが、と申し上げると、杉浦八郎五郎勝義が来て、早く、お入れなされと申し上げる。みんなは、八郎五郎は、何を言うのか、敵は非常に優勢なのだという。八郎五郎は、いやいや敵は優勢でない。旗を見て、山にいた敵が下へ降りたなら、 敵は優勢だが数の多い優勢な敵であっても旗を見て下にいた敵が山の上に登ったのだから敵はこれというつわものではない早く入れよと申し上げるその通りになって退却する大高の兵糧入れと言って家康様にとって一生の大事の一つだそれで信長も清へ引き上げた次郎三郎元康様の先行の始めである そこから岡崎へ戻られ、寺部の城へ押し寄せ、外車を破り、放火して、岡崎へお入りになる。次に、梅ヶ坪の城へ押し寄せると、城から撃って出て、伏せに戦ったが、どうして太刀打ちできようか。敵の退却について城に入り、外釜へ追い込み、二の丸、三の丸を焼き払い、多くの人を殺し、そして岡崎に引く。次には、広瀬の城、衣の城へ押し寄せて。 多くの人を殺し、構えを壊し、放火して引く。また岡崎へ戻る。しばらくして、駿河へお帰りになった。ご不大衆の喜びは言い尽くせないほどだった。苦しい中で、とにかくお育ちになり、軍略もどうかと朝夕心配しておりましたが、清康の威勢によく、まあそっくりになられたことのめでたさよと言い、皆涙を流して喜んだ。